はい、じゃあまあ鈴尾ちゃんの身体検査からしていきますね。体重が983、ちょっと増えてますね。先月が958ですから、はい、まあ、よく食べてます。8月で1年ですもんね。そうです。はい、じゃあちょっと戻しますよ。じゃあ顔から見ていきましょうか。両方、どっちの目が出た、左、こっちの目から、はい、なんかもう、あ、目薬持ってるじゃないですか。はい、目薬持ってて、で一旦目薬をさしたんですけど、ええ、はい、で、その後は出ます。昨日の夜出たので、朝見たら出てなかったです。わかりました、はい、もし目合いに見たら、これでいいですから、あの、まあ、1日3回ぐらいさしちゃってください。わかりました。それで、まあ止まっちゃったら、24時間目やにが止まってたらまた休んでもいいです、はい、予防的に1日1回ぐらい刺すのも全然悪くない。わかりました。今は良さそうだけどね。はい、でちょっとハグしてください。綺麗な歯ですね。この口腔内粘膜の色ピンク色でいいと思います。だから目の下、ここが奥歯ですね。成功後ないですね。下が不正攻防がひどくて、なんつうの、歯根膜炎、歯周病になっちゃうと右左に下がれてくるけど、左右は一緒です。いいと思います。はい、次に脈見ます。脈圧はしっかりしてます。お腹触ります。そうか、この子胃が触れてた子なんだね。あ、でも柔らかくなってるかな、ほとんど、うん、ほとんど触れなくなってきてるかな。よかったです。ピレット変えてから、やっぱり良くなった感じは。ピレット変えた。あ、ここで。あ、健康ケア。はい。と、食べてるのはチモシー、いや、ごめんなさい、ピレットは20。20です。で、チモシーは20以上。そうです。で、異物は食べてないですかね。あ、食べてないのに。いたずらして。はい、くしゃみもない。くしゃみもないですね。ない。はい。OK。まあ、よく触ると触れるんですけどね。でも本当に柔らかい。よかったです。で、この子でラキサトンってどういう風だったっけ？1を2回やってるんでしたっけ？はい、これじゃあちょっと減らしましょうか。1を1回にしといてもらいましょうか。はい、あれ、あのラキサトンは嫌いじゃないんだっけ？はい、好きです。好きだったら 0.5 を2回にしてもいいですよ。わかりました。要は1日で1。はい、 OK。 じゃあ今日はもうレーザー当てないですからね。はい、元気です。本ですか？すごい元気です。しつけはどうです？しつけはハンドフィーディング食べます？あ、食べました。今持ってます？なんか今持ってないです。ないですか？チモシで1ヶ月だから予防の処置をしますね。レボリューションをつけます。サギさんでね、見合いに出すのって結構嫌なんですよ。あ、 それもね、 目が原因じゃなくてさ、歯が原因で見合いにが出ることある。あ、それはもうなかなか直せれないんですけど、同じ見合いでも、ね、白い海みたいなのが出てくるんですよ。要は上の歯の根っこが産んできて、はい、あ、それが出てくるんですか？そう、それで涙管がこう、あの、顎の下通って鼻に抜けていくんですよ。でそこで歯の根っこが産んでるのが涙管の方に行ってしまって、やる、そんで海が出てくる。でもそう、それはね、難しいですね。なるほど。でもそんな白いのじゃないでしょ？そうですね。それとあと1日1回はあのコンディショナーも持ってらっしゃいますよね、ちっちゃいやつね。1日1回はブラッシングし、あのスプレーしてブラッシングね、はい、してあげてくださいね。ちょっとだけ V 字にしてみて、
次回ぐらい、まあ調子よければまた1ヶ月後でいいんですけど、はい、その時にもしかしたら爪を切るかもしれませんね。わかりました。はい、しますよ。ザンナップこういうね、ビタラビト。はい、OK です。終わります。